安倍総理大臣は新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言を今日発令する方針です。密閉、密集、密接の3つの密を防ぐことなどによって一層強化、そして徹底をお願いするものであります。安倍総理は昨日、緊急事態宣言を今日発令し、東京や大阪など7都府県を対象に期間を1ヶ月程度とすると表明しました。人と人との接触を極力減らすため、国民にこれまで以上の協力をいただき、医療体制を整えるためだと説明しました。安倍総理は公共交通機関が動くことに触れ、経済・社会活動を可能な限り維持するとして、対象となる地域の住民に冷静な対応を求めました。政府の対策本部の会合で安倍総理は、PCR 検査の体制を1日2万件に倍増させると表明しました。さらに感染者の急増に備えるため、病床を現在の2万8000床から5万床まで増やし、人工呼吸器を1万5000台確保し、さらに増産すると強調しました。治療薬として効果が期待されるアビガンについては、国内備蓄を200万人分まで増加させる方針を示しました。一方、緊急事態宣言に合わせて政府が改定する基本的対処方針の原案の内容が分かりました。この中では、宣言対象となった自治体は住民に対し、まん延防止のため不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいで移動することを極力避けるよう促すとしています。また宣言に伴う措置は、ロックダウン、都市封鎖のような施策とは異なることを住民に周知し、食料、医薬品や生活必需品の買い占めなどの混乱が生じないように冷静な対応を促すとしています。さらに、室内に多数が集まり歌うことを避けることのほか、キャバレーやナイトクラブなどへの外出自粛を求めるなどのまん延防止策が追加されました。